リファさん、こんにちは。ロンザさん、こんにちは。お元気？元気だよ。このカフェには誰と一緒に行った？一人で、私は大学の課題に取り組んでいる。どこで大学に行った？私はアイルランド大学で日本研究を専攻して勉強した。わあ、なぜそこで勉強した？日本が好きだから。日本文化の中で好きなもの、ことは何？私は日本の文化と社会が好きだ。どうしてそのもの、ことが好きだ？独特の文化と落ち着いた涼しい雰囲気が私を日本に愛させているからです。日本のように、それも一つのことは、規律ある社会と秩序ある生活。ああ、なるほど。日本もかっこいい。うん、そうです。いつからそのもの？高校時代から日本を勉強して興味を持った。ああ、なるほど。日本で嫌いなことはある？うん、もちろんある。日本文化の中で嫌いなもの、ことは何？私はアニメや漫画が好きじゃない。どうしてそのもの、ことが嫌い？世界的に有名なあの日本の現代文化ではないでしょうか？うん、でもキャラクターの顔が見分けがつかなかったので気に入らなかった。いつからそのもの？小学校以来、私は彼が好きではなかった。ああ、なるほど。そうそう、もうすぐ雨が降るように見えるので、家に帰らなければならないようだ。うん、どうぞ。またね。またね。ありがとうございます。